50年にに人口の1割が外国人ということは働く人に限ったら2割くらい外国人のことですか出生率が回復しない限り外国人はどんどん入ってくるので、するとやがてどうなりますかっと、僕は外国人の労働ビザの発行をしない方がいいと思っているので、なので外国人労働者が増えないようにした方がいいと思っているのですが、自民党と公明党は外国人労働者を増やそうとしているので、結果としては外国人がどんどん入ってくるっていうので、で、全く同じことがアメリカでも起きてます。 そのメキシコからどんどん人が入ってきて、ではあのアメリカの白人や黒人の人よりも、あのラテン系の、メキシコ系の人の割合がどんどん増えていって、で、多分トランプ大統領が,あのそのが言ってたのが、あの俺は白人最後の大統領になるかもしれんみたいなことが確か言ってたんですけど、まあ、一応その後バイデン大統領になったんですけど、とはいえその人口だけで純粋に行くと、多分ラテン系の人がラテン系の政治家を選ぶっていう。 ところでいくと、もう、あの総大統領は白人にはならないんじゃないかというのは、割とあの現実的な話になるんじゃないかなと思いますけど。なのであの、人数の比率でいくとそうなっちゃうので、なので、外国人の労働者をむやみに増やすというのは、僕は日本はやらない方がいいのではないかなと思ってるんですけども、まあ、どうなることやらって感じですよね。とはいえ、皆さんが自民党に登用しているので、その方向性は変わらないんじゃないかなと思います。 だちょっとバタバタしましたが、こんなところで終わりにしたいと思います。